皆さん、こんにちは、ミネットです。目の前にいるのが何かわかりますか？そう。ヘラクレスオオカブト、ついに出現しました。行きたいと思います。もうね、30分以上粘りました。もうね、そこら辺にあるさ、バナナの木かヤシの木に出てくるっていうのを聞いてたんで、もうここら辺の木全部切ったんですよ。全部切ってずーっとなんか、入ったり抜けたりを繰り返したら、ようやく出てきてくれました。ヘラクレスオオカブトさん。初めてなんだよね、対面するのは。行きます。めっちゃゆっくり近づかないと確かゲットできないはず。確か、おしっぱのこのペースでもダメって聞いたから、本当にゆっくりと近づいて、もういける？もうちょっとかな？ふい！ああなんか聞いた噂によればさ、ヘラクレスめちゃくちゃ逃げるの早いらしいね。ちょっと近づいただけですぐ逃げるらしくって。あれ、コーカサスだな。でもコーカサスも結構売れるからな。コーカサスも、サスもとりあえず捕まえておきましょうか。オッケー？出たな。マジでさ、運良くね？え、運良すぎじゃね俺。ここら辺行けないよね。もうちょっと近づいて。こんぐらい？もうちょい必要か。ヘラクレスがさ、あまりに大きすぎてさ、わかる？距離感つかめない。これ捕まえれなかったらさすがに泣くわ。もういける！おっしゃー！やった！やった！ヘラクレスオオカブト捕まえた！やった！あ、よかったよかった。ふぅ、ふぅ。早いな、この企画。5分で終わってしまった。ヘラクレスオオカブト捕まえてしまったわ。やったぜ。結構ヘラクレス出現率高いんかな？なんかせめてもう1匹ぐらい欲しいよね。あいつの方が難しくねえか？このゾウカブトってやつはそんなに価値が高くないのかな。なんかそんな気するよね。あ、このノコギリクワガタは結構価値が高いはず。うん。ホサカクワガタだったわ。この子とかは確かね、結構価値が高いはずなんだよね。もうちょっと釣りじゃないわ。取ってみるか。この子なかなかにゲットしづれえな、おい。ゲットできたわ。この子なんてやつだ？ゴライアスハナムグリ。読みづらすぎ。もう一匹いるしよ。どんだけいるんだお前。なおヘラクレスは出てこない。なんでだろうな。ヘラクレス結構出現率高いんじゃないのか？今んところね、5分に1回ぐらいは出てきてくれてるから、多分出てくれると思うんだけどな。出てこねえな、コーカサス。コーカサスはいいんだよな。欲しいのはヘラクレスって感じ。ああ、いねえな。5分に1回出てきてくれたら割と助かるんだが。あれなのかな？ 1 回捕まえたらもう出てこないとかそういうのないよね。よし、捕まえた。ゾウカブト。ゾウカブトも結構高値で売れるんじゃなかったかな。確かそんな気がするな。この子も確かすごい高値だった気がするんだよな。何が高値か忘れたわ。一番高いのは間違いなく、ヘラクレス。あいつ確か12000円で売れたはず、一匹。なかなかいませんな。一匹捕まえたら出現率が減るとかそういうのないかな。あったらあったでだりーな。全然出てこなくなったぞ。いや、ダメですね。20分以上歩き回ったんですけど、さすがに出ないな。2匹目はもしかしたら、あれなのかもしれないね。出る確率が下がるのかもしれないね。こいつか？こいつか大物か？違うな。あ、あれ？あれあれあれ？え、今のヘラクレスか？もしかして。こういう時にヘラクレス出ちゃう。あ、そういうやつね。
え、ヘラクレスだったかな今の。いや違うかな、さすがに違う。いやダメですな、さすがに出てこないな。2匹目は出現率がもしかしたら低いのかもしれませんね。2匹目つうかあれだな、1回捕まえたら出現率がもしかしたら低くなるのかもしれないね。まあいいや、1匹取ったから満足だわ。戻るか。ふうふうふう、かっこいいなやっぱりヘラクレス。ここら辺にあるやつを全部売り払いたいから、まあ いや硬化札は売るから、帰りたい。うん、帰る。荷物が残っていけど大丈夫かい。オッケー、よーし帰ってきたぞ。何時だ今。深夜1時41分まずいまずい。大物な気がする。あー、大物だな、あれ。間違いなく大物だわ。鈴木ではないな。いや、でもあれだるいな。どのタイミングで行こうかな。あの白、小さい方の魚に食いついたらだるいぞ、だるいぞ、だるいぞ。こっち来い、こっち来い、こっち来い。こっち来いよ。いや、鈴木じゃない気がするんだよな。頼む！お前、お前、違う違う違う、お前じゃない！おーし、ナイス。よし。鈴木じゃない気がする。なんだろう、こいつ。でも、だいぶでかいよね。だいぶでかいぞ。なんかレアなやつが今日はいっぱい出てくる日だな。鈴木ではない。これでも食いつかないのか。結構シビアだね、この子。いや、シビアすぎでしょ。どんだけシビアなんだ。前から言ってやろう。これ絶対行くでしょ。ほい。来た！なんだ？これなんだ？この子なんだ？おーし、イーラカンス来たー。おはー、とんでもねえな今日。神回だろもはや。さすが、シーラカンスってこの日でも釣れるんだな。6月でも釣れるんか。そうなんか。俺冬だけだと思ってたわ。雪の日だけかなって思ってたけど、普通に釣れるんだね。やったぜシーラカンス。並ぶとすごいことになりそうだな。どこ行った、あった、ヘラクレス。おお、並ぶといいですね。シーラカンスとヘラクレスオオカブト。よし。てか、メール来てるな。何のメールだ？何が来てる？母より読む。父さんが結婚記念日忘れてた。だから母さん、マジ、リッチブルー。おお、まあまあまあ。お母さん悲しいですな。プレゼント、開けるー。ブルーハワイな服、そういうことか、母よ。それは着せてもらおうではないか。いつものだね。いや、実に素晴らしいですよ、これは。ちょっと待て、シーラカンス置けるか？置けてしまう。さあ、来た、シーラカンス、プラス。これだ、ヘラクレスオオカブトよ。来いよ。おおこれがヘラクレスか。素晴らしいな。いや、こんな小さいカゴの中に入れられてさすがにかわいそうだな、この二人。二人じゃねえわ。この二匹。ちょっとかわいそうではある。どうしようかな。シーラカンス飾っとくか。これ飾っておこう。シーラカンス飾っといて、でヘラクレスオオカブトはしっかりと、展示していきましょう。お、ジュンくん。マジか、ジュンくん。こんな夜なのに。やけに服がボディにフィットするなって思ったら、服がびしょ濡れだったよ。大丈夫か、ジュン君。風邪ひくぞ。お話ししようぜ。アイリスさんとララミーさんっていつも一緒にいるよね。そんな二人のガールズトークのテーマなんだろうね、ミネット君。気になる男の子。気になるジュンとか。ジュン君かっこいい。どうしようかな。スコップどこやったっけな。スコップで化石掘ってから、さあ、化石来い。おーし、化石。もう一個の方も多分化石だと思うんだけどな。あ、間違えた。アニマー！マジかよ。マジかよ。化石がねえぞ、化石が。レベッカちゃんのか。今日の雨は一体誰の代わりに泣いているのかしら？いやいや、レベッカちゃん。この雨は君の可愛さの拍手の称賛の音だよ。決まった。おしゃべりしよう。雨の日はだるいわ。私、低血圧の上に低血圧って。雨の日はだるいわ。私、低血圧の上に低気圧は苦手なの。そうなのか。ピカン。待って、この時間でも郵便局開いてんのか。マジかよ。すげえな。うわ、ペリミだ。いや。
客か。どうも。配信プレゼントもうないよね。さすがにないと思うんだけど。悪いんだけどさ、今繋いでるアクセスポイントではプレゼントやっぱりダメか。すまんな。もう終わってしまったか。いや、久しぶりだな、風太。おほー。寄贈する。うん。これはビビるだろう。これビビるんじゃないか、風太。どうだ?どうだ?ヘラクレスだ。苦手なものなんで、そこ?そこか、風太。いや、ちげえだろ。ほほー、ヘラクレスオオカブトですか。なんでそんな棒読みなんだよ。といえ、私、子供の頃、なんだ、あった。それめっちゃ気になるぞ。子供の頃なんだ。子供の頃とヘラクレスオオカブトに何の関連性があるんだ。ちょっと、風太、それ気になる。マジかよ。じゃあ化石鑑定して終わりましょうか。化石、はい。あ、これ、ないんじゃないか?やっぱりな、ないよな。うん。寄贈書。うん。完成した?あ、やったぜ!イクチオサウルス完成!よーし。ちょっとこれ見ていきましょう。特になし。結構できてきてんじゃないか?お、やばいだろ、化石。めっちゃ完成してきてるなぁ。で、どれだ?これか?これだ!イクチオサウルス。魚竜という海に生息していた爬虫類の仲間で見た目はイルカに似ていた。お腹に赤ちゃんの骨を持つ化石が発見されており、卵を孵化させてから産み落としたとして考えられている。へえ、そうなんですか。ふーん。というわけで今回はこの辺で終わっときましょう。じゃあな。